そして USJ で2年目を迎えたスーパーニンテンドーワールドですが、アメリカ・ハリウッドでもオープンしますよ。最近はそれらの追い込みに取り組んでいます。さて、今日はピクミンからが本題。まずはこれをご覧ください。そうです、ついにピクミン4が2023年に登場します。今日は具体的な遊びはお見せできませんが、このように地面に近いピクミンの視点でも遊べるようになりますよ。そして新しい T シャツも作りました。スイッチでとても操作がしやすいものになったので、ピクミンシリーズの最大の遊び、段取りマネジメントの戦術により集中して遊べます。ピクミン4をお楽しみに。小泉さん、ありがとう。宮本さん、こちらこそありがとうございました。